任期満了に伴う野瀬川村長選挙に元村役場職員の吉井義次さんが立候補する意向を表明しました。これは今日五条市内で会見を開いて明らかにしたものです。吉井さんは54歳、野瀬川村の出身で1991年に村役場に採用され、議会事務局長や産業課長などを務めました。野瀬川村では現職の角谷喜一郎村長が今期限りでの退任を表明しています。吉井さんは3期12年の角谷村政を継承するとし、人口減少が著しい村の現状に危機感を示しました。何かしないといけない、今からでも間に合う野瀬川村、何か起こせば必ず今から芽が吹くと僕は思ってまして。その上で財政の健全化や子育て福祉の支援に加え、木材を活用したエネルギー開発などを村づくりの目標に掲げました。野瀬川村長選挙への立候補を表明したのは吉井さんが初めてです。選挙は来月31日に告示され、投票は6月5日の予定です。